こんにちは。365日カレー2018です、今日はカレーパンを食べたいと思いましてこちらの店にやってきました。福井県福井市の手作りパン工房ポルボロンさんです。こちらの福井市にあるパン屋さん、以前も立ち寄ったことがあるんですが、確か夕方3時頃だったと思うんですけど、店内の販売しているパンが一つもなかった、全て売り切れていたという、人気店です。2度目の来店になるんですけど、今日はなんとか、パンを買うことができました。カレーパンを買うことができました。このポルボルンさんのカレーですが、このパッケージにも2日間店内でじっくり炊き上げましたという記載があるんですけど、店内での陳列のポップにも、当店人気ナンバーワン、などと、その飾り言葉というか宣伝が ありました、人気のパン屋さんの中でも、人気のカレーパンということで、今から食べるのが楽しみです。それでは、食べてみたいと思います。タイプはよく見る揚げパンタイプのカレーパンです。形もとても標準的なふっくらとした、パンだと思います。それでは中を見てみます。カレーが今にも飛び出しそうなぐらいボリュームたっぷり、入っています。ではいただきます。さすが人気店の人気のカレーパンということで、美味しいです。特に中の具材のカレーが、今まであまりカレーパンでは食べたことのないような、何かこうしっかりとした味わいというか、辛みが効いてて、さらに、酸味が効いてて、そして野菜なんでしょうか、野菜の甘み、それらがとてもこう味わい深い、そんなカレーの具材だと思います。具材もボリュームたっぷりなんですけど、パンの方も、何かこう肉厚な感じがして、とても食べ応えがあります。カレーの具材については先ほど申し上げた通りなんですが、特にその味わいの中でも酸味を強く感じるので、揚げパンというその油の、濃厚な部分をうまく、その酸味が処理してくれてるかなと、そんな風に思います。いただきました。福井市にある人気のパン屋さんのカレーパン、美味しかったです。パッケージというか袋に2日間かけてじっくり煮込みましたという記載があったんですけど、まあそれを読んだというのもあるんですけど、何かこうじっくり味わえるというか、カレーパンといっても料理なんだと、そう思わせてくれる、そんなカレーパンだったと思います。今日はこのお店でカレーパンを食べたんですけど、ぜひ他の、
種類のパンも、今から買いに行こうかなと、そんな風に思っています。それではまた明日。Bye.